まあ、意味わかります。まあ、あの要はキャッチするところで打点を捉えると。違う、あ、違う、ここが打点だったら当たるとここになっちゃう。確かに。何やってる、何だと、何の意図があるの、何の意図、やってみる、例えば高さ。違う、あ、取れた。だからあの合わせに行っちゃいけないってことですか。違う。あ、いいね、今のなんかいいね。でラケット持って。おお、びっくりした。待って、全部いや、今のいいね、今のいいね、すごくいいね。分かった。どう、結構質問でこれ多いのは、佐藤コーチもすごくレッスンやってた経験多いと思うんですけど、スイングスピードってどれぐらいの速さで振った方がいいんですかって聞かれることない。あ、特にフォアハンド。私全部ガンブリーして。ああ、そのガンブリーとか言っちゃうともうテニスコーチとしてどうなのってなっちゃうから言わない方がいいです。いや、ガンブリとは言わないよ。ガンブリとは言わないけど、あの回転かけて収めるときに、なんかあのちょっと早めっていうか、あのラケット振ったときにシュンって音鳴るじゃない。このぐらいで振りましょうねと言ってる。全部そのスピードで振る、実際ほらこのボールとこのボールとこのボールってどう、全然違くない。違う、もう一回ラケット見て、この時とキャッチするためには手のスイングスピードとかも、まあこれいろいろあるんだけど、要は手の振り方を変えないとキャッチはできないと。まあ、そう、全部同じスピードで取りに行っちゃうと取れないから、要はボールをキャッチできるような感覚で振るのがあなたに合ったスイングスピードですよっていうのが伝えたいです。そう、キャッチできない時あるでしょ。僕もさっきキャッチできてない時あったでしょ。あれは合ってないんですよ。目の感覚とかそのボールに対しての感覚がずれてるっていう。いいね、いいね、全部取れてるね。いいね、いいね。でラケット持って。ラケット持つとさ、急になんかボール、もうちょっと変わる、それは変わる。そう、このボールとこのボールどうってなった時変わるよね。入れようとする、当てようとするってなるときは変わる。だから多分外しちゃってるときっていうのはフレームになっちゃったりとか、ちょっと振りすぎちゃってるとか、うん、だからこのストロークだけじゃなくて、この全部そう、サーブでもそうだし、ボレーでもそうだし、うん、どれぐらいのスイングスピードで振ったらいいんですか。あの、まず、サーブが一番分かりやすそう。そう、まず当てることが大事だから、うん、そのスピードをじゃあ出したい、今佐藤コーチ言ったけど回転かけたいとかあるじゃん。でその時にガンブリするんですよっていうのはあるんだけど、でもまず建前としてこのキャッチする感覚がなかったらそもそもうまく入らないし当たらないはず、うん、スピンかけてもらっていい。スピンかけるにしてもまずボールをしっかりガットに当てようとするわけじゃん。そこを忘れちゃいけない。これを忘れちゃって、今佐藤コーチは自然にできてるからできてるんだけど、これができない人が非常にやっぱ多くて、じゃあ何を気をつけたらいいのかっていうところで、まずなんか下から擦りましょうで、何も考えてないで振っちゃうとおかしくなっちゃ そう。まずこのラケットでしっかりガットで当てるっていうことがまず一番のポイントなんで、それを掴むためにラケットを離してもらっていい、手でキャッチしてもらっていい、スピンかける意識、スピンかける意識、スピンかける意識で、そう。あ、でもこれ実際そうなんだろう、キャッチできたらいいんだけど、その当たってればいいと思うんですよ、手に。あ、そうそう、だから今あのずっと 手のひらで当たってればいいと思う。だからこれが空振りしちゃうとか、そもそも空振りして、今僕ら一回も空振りしてないですけど、うん、これ空振りしちゃう人意外と多いんですよ、これ。はい、これやってみてって言ったら意外とみんなできないです。いや、こんなのできるでしょと思ってる方多いかもしれないんだけど、私もさっきやってる時はできるだろうな、なんなら楽勝でしょみたいな、なんでキャッチできないんだよと思うかもしれないけど、あとはそのこれ1個コーディネーションのあれなんですけど、右手にボール持ってもらって、右手にボールラケット、あ、ボールでボールを当てる、ボールでボールを当てに行く、うん、いつもでもあれで、ね、ラケット持ってる手でいることむずっ、うん、まあこれ結構難しいです、まあ、こういう能力結構大事。ラケットをある幅で考えるとそうだね、そうだね、うん、だからその要は当てに行く感覚っていうのはこういう感覚ですよ。ボールを捕まえに行く感覚。でもさ、当てに行くって言ってもこれは違うじゃん。あのボール出してもらっていい、
当てに行く感覚ってこれは違う。それは違うね。それはだって実際そう打たないから、実際の打ち方、実際の打ち方で打つっていうのがやっぱりそのポイントになってくる。あと3球ちょうだい早いの、うん、違う、普通の、普通の、おー、当たった、当たった、いい、当たった、当たった、よし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 、あーもう好きっていうことをまず意識しましょう。サーブでも言えることなんだけど、だからトス上げました、振る感じでキャッチ、はい、できないじゃん、そんなのできるよね、簡単だよね、 できないと思った、できないはずがないよね、そうだよね、当たってるよね、え、あのいつもの振り方でいいんだよね、うん、そうそういいぞ、いいぞ、いい、皆さんもこれ結構簡単そうに見えて意外と難しい、今佐藤こっち1球目できなかったんですけど、1球目ほらこっちからいっちゃったから、1球目こっちからいっちゃったから、普段と違う方なんで、これもやっぱりこのボールって必ず頂点があって落ちてくるじゃないですか、じゃあどんなタイミングで振り出したら当てられるか、ちょっと今これ端的な話になっちゃうんですけど、ちょっと回転系とかそういうの置いといてください、あのまずこのしっかりボールをここで捉えるっていう話で話します。なんで頂点があって落ちてきますよね、どのタイミングで落ちてきたら振り出せばこのラケット、さっきは手でしたけど今ラケット持ってるんで、このラケットのここのガットで当てられるかっていうのを意識してやらないと、いくらいい形をちょっと意識しててもなかなか入ってくれない、当たってくれないっていうのがあるので、あとはちょっとこれ難しいかもしれない、できなかったら笑ってください。それは私もできません。すました顔で帰ってくるのやめて。いいよ、そこまではいいよ。いいよ。ああ。帰ってくるのが。はい。3回でいきました、ね、任せろ、おい、これも結構いい練習、これ結構ジュニアのレッスンもね、よくやるよね、やったりします。要はボールに対して当てに行くってやっぱスポーツなんで、特にサーブってやっぱりこの上、うん、普段こう作業しないところでやることなんで、やっぱりここの感覚ってやっぱりなかなか出づらいので、いざじゃあコートに立ってサーブだけもしいきなしやれって言われたら感覚ないよって感じになると思うので、やっぱこういう練習とかしとくのと、あとやっぱここでの今のこういう感じ、これそんなにスペースがなくてもできるんで、そうですね、こういう感じでやってあげても全然いいし、キャッチします、これスイングスピードもどれぐらいなのっていう質問があった時は結構キャッチできるスイングスピード、人にやっぱそれはやっぱり違うから、ね、筋力によっても違うし、ボールの高さによっても違うし、そう、ボールの高さによってもタイミングとかも変わってくるので、そこの確認でもいい。最後かっこいいサーブで4球しかないですからね、4球、4球のうち何球で、ね、2球、2球、プラットサーブ、プラットサーブ、はい、ガチガチなプラットサーブ、おお、はい、なんかあんま見ないからね、フラットサーブ。あんま打たないですよ、ね、うん、おお、え、じゃあこのままあと2本いっちゃおうかな、おお、おお、オンラインぐらいだね、ちょっとお気に入ったでしょ、うん、オンラインぐらいだった、最後振ります、振って入れます、はい、あ、ちなみに入んなかったら、入ったらじゃない、入ったらじゃあ、よっしゃ、ジュース1本、よいしょ、いい、わあ、入っちゃった、そこは最後外すってやってもらわないと、絶対入れるって言います。なんで今も結構集中してたのはやっぱりここっす、さっきのこの当てに行く、キャッチしに行くっていう感覚をかなり意識して、なんで特にフラットサーブとか打ちたい時なんかはやっぱりさっきの練習してあげるといいのかな、なぜかやっぱ今見てても点で捉えてたでしょ、そんなに多分点で捉えてなかったはずだから、点で捉える意識ってやっぱりここでぶっちゃけ言うと止めます、正直
なんかサーブの練習の前にさ、これやるといいかもね。あの結構多いのがやっぱ顔が先前行っちゃいますとか、そうそうそう、イライラ言う方はなんかあの、じゃあ見ないと取れないよねっていう、そこから入ってもいいかも。そうだね、それはあるね。あの感覚で入っちゃう人はもう何も言うことはないんだけど、私も全然。いやでもそれでも目のこの感覚は大事、まあ、そうね。特に上なんかさ、目標物も何もないし、空しかないし、普段作業しないとこだよね。人間が作業するのってこの辺でしょ、うん、だからストロークとかは比較的安定しやすい、ボレーとか。あとはたくさん練習する。そうね、皆さん上空がね、難しい。だからこそやっぱりここの感覚っていうのはやっとくことが必要。はい、ありがとうございました。すごいよ、手がいい感じにあの温まってきた。